VFTS352 は、大マゼラン雲の中にある、タランチュラ成分にある、大型種系列性同士からなる連星である。この連星を形作っている二つの構成はどちらも、太陽の約28倍の質量と4万系を超える、表面温度を持つ。この連星は、構成同士の表面が接触している、接触連星であるが、表面だけでなく、 外装までもが接触しているため、過剰接触連星と呼ばれる極めて珍しい分類に属する。タランチュラ星雲の南側に VFTS350 にはある。2011年 VLT の多天体光分散分光装置によるタランチュラ星雲内の大質量性の網羅的な分光観測によって発見された。観測計画の VLT。 フレームスタランチュラサーベイの頭文字に目標天体の352番であったことを加えて VFTS352 と呼ばれることになった。VLT によるさらなる分光観測と速光観測によって2015年にこの天体が大型星同士の連星系であることが発見された。 この連星系はお互いの表面と外装を共有しながら1.124143日で好転している。お互いの構成の中心は1200万 km しか離れていない。一般的に接触連星の場合、小さい方の構成が大きい方の構成の物質を吸い込むが VFTS352 の場合は双方の構成の質量にほとんど差がないため、 そのような現象は発生せず物質を共有するような状態になっていると考えられる。試算では双方の構成を形作っている物質の30%が共有されているという結果が出ている。このような連星は寿命が非常に短いため観測されることは非常に珍しい。VFTS352 が今後どのような運命をたどるかについては2つの説がある。 一つは、最終的に二つの構成が合体し、高速で自転する一つの巨大な構成になるという説である。その場合、この合体した構成は、最後は崩壊して、ロングガンマ線バーストを引き起こす可能性がある。もう一つは、双方の構成がよく混ざり合うと、通常の構成の進化から外れて二つの構成が、小さいままで完全に合体せずに進化を続け、 超新星爆発を経て、双方の構成からそれぞれブラックホールが誕生し、ブラックホール同士による連星が誕生するという説である。この場合、できたブラックホール連星は重力波源になることが期待される。ありがとうございます。